皆さんこんにちは。2022年の12月16日に公式生放送ウィークエンド IF の第50回が放送されたんですが、青いエイルさんの楽曲が流れるイベントが開催されるっていう情報が出ました。これは青いエイルさんをイメージした NPC だそうで、これがそのイベントに出てくるそうです。で、これが楽曲イベントの舞台となる、おそらくイベントダンジョンの景色なんですが、まあ、前になんかユナライブっていう夏祭りのイベントがあったんですけど、まあそういう感じでなんかライブっぽいイベントですね。で、こういうやっぱライブとかで使われそうなこういう楽器とかも再現されてて、で、その青いエールさんの楽曲イベントで流れるのはこの心臓っていう曲ですね。ソードアートオンラインの映画プログレッシブ暗き夕闇のスケルツォの主題歌となっているこの心臓っていう曲が流れます。で、なんかこのイベントやるとこのクラインのスタンプがなんかハートがすごい出てるものがねもらえるんですけど、あとはねこれねアバターって書いてあるんですが、ミトのアバターがなんとねもらえるそうなんで、このイベントねウィンターフェスディフェンスバトルぜひやってみてください。まあね、なんかこういう T シャツももらえるそうなんですけど、まあこのイベントなんかめっちゃ赤い、何ミイラなのこれちょっとライブイベントなのになんか怖いなあれかな、暗き夕闇のスケルツォとか意識してるのかな。もうなんか黒い軍勢とか言われてたけどこれ何これ、何を倒すの一体。で、なんかこれさ、スピーカー多分これフィールドのあのフロアの一部だろうと思うんですけど、まあ、このスピーカーとも戦うんじゃないかとか言ってる人いて、で、ここに青いエールさん NPC がね歌っている映像が流れるみたいなんですよね。で、この青いエールさん楽曲イベントは2022年の12月21日ですね、メンテナンス明けで実装されます。で、青いエールさんの楽曲イベント情報はこれくらいなんですけど、この後は他の最新情報を見ていこうかと思います。これは年末年始イベント情報ですね。年末年始に釣りイベントが開催されます。全国の釣りファンの皆さん長らくお待たせしましたなと、これ西田さんの口調で書かれていますけれども、まあ年末年始釣り大会イベント来るのでふるってご参加ください。まあ、ランキング対象期間ってもう出てますね。これ2022年の12月21日のメンテ明けから2022年の12月31日までですね。まあ、年明け直前までっていうことなのかな。交換所報酬1000アルカナジウムもらえるんですね。すごいね。で、12月21日のメンテ明けから出る新規オーダーですね。君と一緒ならオーダー。これ多分 SAO の映画プログレッシブ暗き夕闇のスケルトのイラストですね。まあ、残風の直剣元でリーファを2枚も装備しないとあかんのですね、これは。まあ、単体5連撃だからどういう紋章なのかちょっと気になりますね。まあ、片手直剣でリーファならどうなんだろうね。2枚、まあ、どう満たすのかですね。で、もう一つ攻略の夜アスナですね。これは突性の覚醒スキルで、まあ、これは単体攻撃ってこと で、これ一つ強化4バフがいいですね。あ、バフか。これデバフかと思ってた。自分にだけかかるバフなのね。で、クリティカルダメージが上昇と、まあ、あとはスイッチゲージ増加量が多い。これがね大きいと思います、単体攻撃で。しかもまあ、細かいその攻撃モーションとかはこの12月21日ね出るまでちょっとわかんないんですけど、これピックアップ2枚なんですかね、まだちょっとわかんないんですけどね。まあその日になってからのお楽しみですね。で、シノンと一緒にスキル育成、これはまあいつも通りといえばいつも通りなんですけど、まあ定期的に開催されるやつなんで、始めたばっかの人はねこれやるとすごくいいです。あとね、年末年始ね、このラグーラビット出現率アップキャンペーンですね、これすごくいいんで、12月27日からね開催するらしいので、これ本当嬉しいですね。で、次回のフェイタルバトルはグリームアイズになるそうです。なんか野上キャップが一昨日あたりからグリームアイズにしようかなってちょっと思いついたそうで、結構最近なんだなって思いましたね。で、お正月イベントなんか面白いですね。ウサギでなんかハンマー持ってて、で、俺 SAOIF 始めた頃は月夜の餅つきウサギっていうギルドに入ってたんですけど、まあ、もろウサギが持ちついてるような格好でてかウサギのこの胴体なんだよって話なんですけど、2023年のね1月1日ね始まって早々ね0時0分からね開催されるらしいんで、
まあ、お正月なんで餅つこうって感じなんですかね。あとは武功の勲章の交換ラインナップね、更新されるんですけど、まあ、これもね1月1日元旦ですね、それの午前4時から開催予定ですね。でラインナップが変更されたのが、まあ、初期インテ武装席がね随分ね必要な武功の勲章の数がね少なくなって、まあ、初期インテだからねこれくらいは全然普通だと思います。あとはまあノックス武装席追加っていうけど、まあ、多分これ1回限定交換だけじゃなくて、あれかな、毎月交換できるやつか、いや毎月リセットされるわけじゃないのかな、わかんないけど、まあ、なんか追加されるらしいですね。あと透明章と赤明章、まあ俺ちょっと初期勢じゃないんでこういうの細かいところわかんないんで、もしなんかそういうのわかってる方いたらねコメント欄で教えていただけるとありがたいんですけど、まあとにかくねこれらが追加されるっていうことです。でついに来ますね、レベルキャップ解放、これは年末にやるそうです。最大レベルね200になるそうなんで、で最大レベル200になるっていうことは、まあ、カオス195が実装されるということで、でこのカオス195は年明けですね、来年にやるそうなんで、まあ、先にレベル上限解放が来るという話ですね。まあ、どんな鬼畜なモンスターが出るかちょっとね楽しみではあるんですけど、俺まだねカオス175自体ね倒せるかどうかちょっと分かんない状態なんですけど、まあ、ちょっと公式生放送だとねカオス250まだとかちょっとネタみたいなねちょっとふざけてたんですけど誰かなんかコメントでめっちゃイキってるとか言ってたいやまあほんと全くその通りなんだけど。でね5周年記念イベント12月21日から大強化イベント VS 勇気プラスにですね随分もらえるそうで、あとデイリーダンジョンプラスに、これはやっぱデイリーダンジョンが情報修正されたんで5周年ででプラスにっていうのがかなり大きいですね。まあ熟練編とか1日3回もやったら結構ビンもらえるんじゃないでしょうか。あとはキャラクエスト掲示板ですね、経験値2倍キャンペーンも来るそうで、これも12月21日からなんですけど、まあ俺はちょっと今のところはレベルがカンストしてるので、まあ俺はあんま意味ないんですけど、まあ言うて2倍なんでね、まあ5倍とかだったらうわやべえってなるんですけどまあ2倍だからまあいいなっていう感じはしますね。で年末年始のねイベントスケジュールね、こうやってね運営がね作ってくれたので本当ねこういうのありがたいですね。まあこの画像は、まあ、このね公式生配信ウィークエンド F50 っていう記事にねまとめたんで、まあ、この記事のリンク貼っておくんで、でここ目次って開くと、まあ、青いエルさん楽曲イベント情報の一番下の方に画像載せたんで、この5周年記念イベント情報っていうところ、これをクリックして、でちょっと上行くとねこれがあるので、まあ、これで見てもらえればなって思います。まあ、とにかくねこのね12月21日ね楽しみですね。以上で最新情報動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。